皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はアンさんが10月28日に届けてくれた、天使たちからのメッセージをご紹介します。2023年10月28日のメッセージ。親愛なる友人の皆さん、私たちはあなたをとても愛しています。あなたの惑星には大いなる目的につながる人たちがいつもいます。あなたは愛するために来たのです。コントラストを探求し、あなたの人生、あなたのハート、そして世界に愛をもたらす新しい方法をデザインするために地球に来ました。愛の受信者、放送者、創造者になるために来たのです。ケーキを焼いていても、葉草をめでていても、心地よい椅子の上でくつろいでいても、あなたはこの世界に愛を流しています。親愛なる皆さん、その規模ではなくむしろその信憑性で判断してください。この瞬間に感謝できることは何でしょう？自分自身について評価できる点は何でしょう？批判することは簡単に見つかります。皆さんの多くは形成期に他人が欠点を見つけるのをかなり目撃しています。欠点や欠陥に気づくのは人間の習性です。しかしもしあなたが良いところや楽しいところを見つける習慣に取り組むとしたらどうでしょうか。ミルクを注いで自分にこう言い聞かせたらどうでしょう。私はそのミルクを見事にグラスに注いだ。その綺麗で美しい色が好き。その味が好き。これが私の骨を丈夫で健康にしてくれていると思うととても嬉しい。この考え方は多くの人にとってバカバカしく聞こえるでしょうが、もしグラスを落としたとしたらほとんどの人は簡単に自分の欠点を見つけるでしょう。親愛なる皆さん、欠点や欠陥を探すのではなく楽しいことや素晴らしいことを探すようにすることができます。どんなに些細なことでも自分のしている正しいことを探す練習をしましょう。些細なシワにため息をつくのは簡単ですが、透き通るような肌を褒めることがあるでしょうか。いわゆる欠点と呼ばれる小さなものを判断することがどれほど簡単か考えてみましょう。それではなぜ同じように小さなものを称賛したり認めたりすることが滑稽に思えるのでしょうか。間違いを犯した時に自分を愚かだと罵るのは簡単ですが、毎日している何千もの良い決断を認めることはどれほど力強いことでしょう。引き出しが開いていないことにイライラするのは簡単ですが、スムーズに開く引き出しに感謝する方が精神的にずっと優しいのです。交通渋滞で割り込んできた一人の人に腹を立てるのは簡単ですが、何百人もの礼儀正しいドライバーに気づく時間を取れば気分はずっと良くなります。技術的な問題で一日に支障をきたすことに腹を立てるのは簡単ですが、毎日あなたを支えてくれる何百万もの技術に感謝するのはもっと力強いことです。私たちがここにいるのはあなたを間違った存在にしたり、恥をかかせたり、罪悪感を煽ったりするためではなく、むしろあなたを自然な愛の状態から遠ざけているのは条件付けに過ぎないことを指摘するためなのです。小さな子供を見てください。彼らはほんの些細なことを誇りに思います。ママ見て、私のおへそを見て、私の新しいお絵かきを見て、パパのために歌うから聞いて、鏡の前で踊ったり跳ねたりして自分が持つ体を褒めます。ほんの小さな達成に喜びを感じるのです。ほとんどの大人が気づかないような些細なことに喜びを感じます。彼らは自然と驚きと感謝の中に生きているのです。あなたの地上には三次元的な意味ではほとんど何もできない恐ろしいことが確かに存在しますが、あなたの世界にエネルギーとして愛を流し波及させることができる方法は数多くあります。親愛なる皆さん、これらの波紋は何十億もの他の人たちの波紋と合流します。それはやがて愛の波となり、いつの日か善を信じず、神を信じず、操り、
いじめをする自分の能力以外何も信じない人たちの硬直した心にも届くかもしれません。親愛なる友人の皆さん、彼らは悲しい魂なのです。彼らの悪ふざけから目をそらし、その代わりに今開けた引き出しの取っ手や今使っているペン、そして動く手を持っているという事実を称賛することに目を向けてください。毎日些細なことでも良いこと、楽しいことを探す練習をしていればポジティブな習慣が身につき、人生における問題が解けてなくなるでしょう。あなたの世界はあなたの愛と喜び、そして善なるものすべてに集中することを必要としています。あなたの注意を奪おうとする迷子は常に存在しますが、最終的には親愛なる皆さんがその貴重な贈り物の価値があるのは誰なのか、何なのかを決めることができるのです。あなたに神の祝福を、私たちはあなたをとても愛しています。天使たち、いかがでしょうか？素晴らしい考え方ですね。見る視点を変えれば、ネガティブな事象でさえポジティブに変換できる、アンミカさんを思い出しました。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。